旧駅入口伊勢柏崎駅は三重県渡来郡大気町先にある東海旅客鉄道規制本線の駅である。旧規制町にある唯一の鉄道駅で、この駅は道庁の入り口としての役割も持っていた。なお駅名は開業当時のこの駅のあった村の名前に由来しており、それは付近の2つの集落菓子のと先の名を合成したものである。 相対式ホームに面2線を持ち列車同士の行き違いが可能な地上駅である。ホーム間の連絡は5線橋による。開業当初の駅舎は解体され、貨車の廃車体を流用した簡易駅舎が使われていたが2009年に今の駅舎が新築された。紀伊長島駅管理の無人見駅。三重県統計所によると1日の平均乗車人員は以下の通りである。 大内山川が山を削ってできた、わずかばかりの平地にあり、周囲には、人家や郵便局に、学校や役場の出張所などがある。当駅は、先の集落にあるが、北東にある、もう一つの大きな集落、カシノの入り口としての役割もある。駅の南西側で大内山川に合流する山が、野川沿いに、上流へと向かうとその道は、西木峠の付近で、 国道2 6 5号線になり、さらにその国道2 6 5号線を南下すると、西木漁港で有名な西木の集落にたどり着く。西木の集落には港に面していくつかの旅館などがあり、大気町役場の西木支所や大気町立金、小学校などもある。南瀬町営バス。ありがとうございます。